こんにちは将棋ファンの皆さん。秋の深まる中将棋界では藤井聡太七冠を中心とした熱い戦いが続いていますね。ファンの皆さんが注目しているのは彼が挑戦を受ける第37期竜王戦の行方や若手棋士たちがどのようにして彼に挑み勝利を目指すかという点ではないでしょうか。今回は藤井聡太竜王を中心にした注目の対局を振り返り盤上の激戦や盤外のエピソードに至るまでより詳しく解説していきます。 第37期竜王戦藤井聡太 vs 佐々木激戦の行方第七番勝負で藤井聡太竜王に挑むのは佐々木8弾ですこのシリーズは現在藤井聡太竜王が2勝1敗でリードしていますが各局は緊迫感に満ちておりまさに一局一局が歴史的な瞬間を感じさせる戦いです特に注目すべきは第2局での佐々木勇気八段の見事な差し回しです 藤井壮太竜王が完敗と認めるほどの内容で藤井聡太を破った昨年の NHK 杯での勢いが再び蘇ったかのようでしたこの対局では藤井聡太が常に優勢を保ってきたイメージが強い中で佐々木勇気外科にして藤井聡太に食らいつくか棋士としてのプライドと意地がぶつかり合っていますさらに第3局は京都の仁和寺で行われました 荘厳な雰囲気に包まれた仁和寺での対局は、歴史と伝統を感じさせる特別なもので、藤井聡太と佐々木勇気の姿がまるで武士のように凛とした佇まいで描かれていました。第3局終了後、藤井聡太竜王がインタビューで、第2、3局も内容としてはかなり抑えてしまっていますと語っていたように、佐々木勇気八段の指し手がっていって鋭く攻めているのが印象的でした。 特に阿部までの形成判断によると、佐々木勇気八段が常に藤井聡太を追い詰める姿勢が見られ、彼が竜王の座に一歩一歩近づいている様子が感じ取れました。第4局は大阪府茨木市の新設施設オニクルで行われます。この会場は文化と子育てを融合させた複合施設で子供たちに親しまれている木をテーマにしているのもユニークです。 このような新しい場での対局がどのような雰囲気や名曲を生み出すのか将棋ファンの期待が高まりますさらに第5局は和歌山城ホール第6局は指宿白水館第7局は常磐ホテルと伝統と現代が交錯する多彩な会場での対局が予定されており関西シリーズの今後の展開が楽しみです若手棋士たちの挑戦勢い増す新生たちの活躍竜王戦だけでなく 他の公式戦でも藤井聡太竜王を目指す若手騎士たちの活躍が目立っています。A 級順位戦では佐藤天彦球団が4連勝と無敗を守り、トップを走っています。貴族との相性で知られる佐藤球団が、これまで名人位を獲得してきた実力を見せつけ、再び名人戦挑戦権を手にするのか注目が集まっています。彼の戦いは、年齢を重ねるごとに磨かれた知略が光り、対局を見るファンに緊張感と期待感をもたらしています。 一方、王将戦では近藤誠也七段が3勝1敗の成績でリーグを進み、藤井聡太竜王との対戦に一歩近づいています。さらに、棋王戦でも増田康弘八段がベスト4まで勝ち進んでおり、20代の若手棋士がタイトル戦で藤井聡太竜王と対峙する可能性が高まっています。若手棋士の勢いは目を見張るもので、藤井聡太竜王が今後どのように彼らと対峙し、将棋界をさらに盛り上げるかが注目されます。 特に注目すべきは、忍者ハットリ君の異名を持つハットリ新一郎六段です。彼は現在、藤井壮太7冠を上回る勝率8割8分リンという驚異的な成績を記録しており、将棋界での会心劇が続いています。ハットリ6弾は将棋だけでなく、漫才日本一を決める M1 グランプリにも挑戦し、その経験が騎士としての精神力や集中力を高める要因となったようです。 将棋界では初となる M13 戦は話題を呼び彼がユニークな経歴とともに機械での地位を築いていく姿勢がファンの注目を集めています番外のエピソード対局中の和やかな瞬間盤上での厳しい戦いとは対照的に竜王戦では番外でのエピソードも多くのファンの心を和ませています第1局での封じ手では佐々木勇気八段が佐々木勇気勇気と自分の名字と名前を分けて記すなどユーモアあふれる一面を見せました また、第2局では、対局者の2人があわら温泉の足湯でリラックスする場面もありました。さらに、藤井聡太竜王が1日目の昼食休憩後にしゃっくりが止まらなくなるというハプニングもあり、見る者に親しみを感じさせる瞬間が数多く見られました。また、対局中に小さな虫が現れ、佐々木勇気八段が虫を指摘し、関係者がスプレーで対応するという一幕も。 藤井聡太竜王や佐々木勇気八段が番外でもさまざまな場面で見るものに笑顔を届けており2人の人柄が垣間見えるこうしたエピソードは将棋ファンにとって楽しみの一つとなっています編集担当者も佐々木勇気八段の立ち振る舞いには加藤一二三九段を彷彿とさせるチャーミングさがあると述べており若き日の加藤球段を思い出させるシーンも多く見られます藤井聡太竜王と将棋界を応援しよう 藤井聡太竜王を中心とする将棋界の激戦や将棋に情熱を注ぐ若手棋士たちの成長を見守ることは私たちファンの喜びであり誇りです将棋界は今まさに歴史的な瞬間を迎えつつあり藤井聡太竜王や若手棋士たちが次々と新しい伝説を作り上げていますこれからも彼らの奮闘を応援し共に将棋の未来を築いていきましょう将棋は一曲一曲が物語です 藤井聡太竜王と共にその物語の証人となりましょう。